はい、ゆきです。男酒場放浪記、第1回目は、これ浅草橋ですね。浅草橋のこの西口焼き豚というお店にやってまいりました。ここではですね、ホイス、伝説のホイスハイボールが飲めるということで、ね、来ました。それでは行ってみましょう。よいしょ、サツランコ22です。はい、1名です。飲み物貴重よ。ホイスボール、はい、ボール。なるほど。大人は市役所、いや子役に、子供ならばこの用意。お元気ですか？よりお兄さんは、あの歌子の用意。お兄さんはもう時代ないで。レモンです。はい、ホイスボール、ローテーションかなんかで先生が呼ばれ込んでる。かしらください。こちら、はい、1本でいただきます。どうしても高い仕事だよな。おったらいいよ。保証されてる。お願いします。レバ発かしらオール2で。ちゃんと帰りました。
ちょっとあんなあんなベロベロで乗ってきて先週ゴルフ日曜日は帰ってたはずだ先週全然余裕で帰るはず超ベロベロだった電車は微妙に乗り過ごしてるんだけどお釣りはちゃんとくださいね。なるべく多めに。ユーズラウィンナーオール1。Yeah, I'm not going to do that.
あ、すいません、ニガチャ割り、はい、はい、あ、大で、はい、あれやっぱ普通のでいいですか。ニガチャ、ニガチャ普通ので、大じゃなくて普通のでお願いします。はい、いらっしゃい。はい、どうぞ。はい、いらっしゃい。あ、どうもどうも。あ、いいえ。これだよ、これなしあるよ。あ、いいね。レバーがついちいち。では2500セットチェーン。ありがとうございます。はい、よ。あれ、マヨネーズさんが今日向こう。顔を上げるのに来てないですかね。怒られるから。怖いな。いや、僕も今週ウエスタン土曜日しか見ないですね。逆に。すいません、塩煮込みください。それは嘘だよ。ハロウィンの年下でしょ。結構いい年下ってもなんか頑張るなと思いながら。おはようございます。おはようございます。ハロウィンパーティーで焼き玉で焼き玉。はい、どうもありがとうございます。ハロウィンパーティーの頃からもっと使われそうで嫌だよ。焼き鳥のチーズ嫌いはハロウィンパーティーですよ。昨日夜勤だったから、まあ、日月休み、はい、もしかしたらここはまたベルブルで来るじゃん。可能性は高いんだよ。俺のダメだ、急に。花見赤西、鶏皮、塩で一緒ですね。いや、昼から飲み始めて気づいたら夜になって休日風だけ過ごしたなって後悔しながら。はい、どうぞいらっしゃい。どうぞいらっしゃい。はい、どうぞ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 。ああ、すみません。あるから行くと思うけど、あるかどうかは分からないです。早くにめさん、はい、どうぞ。本当に4時間で駆け出してよ。なんで無理なんだよ。いや、間違ってでもいいよ。おかげで多分ホイレジェンド仕事に入るもん。ホイレアキチーズの家が30分してずっとこの時間です。2370円。はい、ほんとはこれもない。意外とないな。あれなんですね。地獄味噌。
あ、高橋さん今日野球じゃないの？見ないんですか？もしかして見ないんですか？見ないんですか？帰ろうとしてるけど見ないんですか？はい、お初です。はい、グラスはお気を付けてただグラスは最高です。すいません、レモンハイボールのショー。じゃあ向こうで会えたら、はい、会えなかったら、また向こうで会えたら、はい、行くじゃないか。高橋さん、飲みますよ。帰るよ。あれ？コツダラ1。いや。カンパチ1。ずっと飲んだらいいよ。いやいやいや、エゴイスト。レバーと、白と軟骨。レバー白軟骨オール1です。Thank you.
たうめ。あれ入れちゃうよ。間入れちゃうよ。
ちょっと裏メニュー。200円。フランスか。煮卵は焼けません。一人黒頭は何なこと。病気を怒られた気分になるんだよ。黒頭は何なこと。
のおかしい。ストアモノはさらに氷なしで頼んだりするから、もっとすごいですよね。あれ俺はできない。あのさ、バラ、バラ。俺の方がコスパいいんだよ。いや、十分コスパいいから。だいぶいいから。甘やかない。あんなもんね。あのすいません、黒頭って何ですか？バラレジェンド1もう正体は知らないんですよ。黒頭はあの頭肉の結構他の頭美味しいですみたいなもんで、うん、この頭って何でしょうか？カメカミのところ完全に油なんだ。油のところなんだ。頭って店によって若干違うじゃない。あ黒頭は何？はい、黒頭説明。黒頭はいいでしょうか？他のお店と同じ頭。なんだと。じゃあ俺も黒頭。そんなわけない。そんなわけない。俺も黒頭1個ください。いやでも黒頭今日初めて買ったけど俺。普通の頭。黒頭。美味しい。黒身と歯応えとかって違う。うん、美味しい美味しい。そうなんですか。いや頭好きなんでぜひお願いします。はい、かしこまりました。じゃあ俺にマジを言ってくれ。え？マジなし。なしか、やっぱりな。やっぱりな。なんか裏メニュー的なやつか。ちょっとそこに、あ、そこに書いてあるんですか。あー、書いてあった。今そちらのお客さん頼んでいただいて。あ、本当だ、書いてある。黒頭。ガサガサとか。辛みとか何とかも美味しいっすよ。ちょっとここ初めてなんで。すいません。結構来られてるんですか？よかったの、週一で。土曜日は、土曜日珍しいんですよ。あ、そうなんですか。ここは楽です。あで楽で安くて美味しい。美味しいですよね。串とか宝焼酎だと思う。すごい美味しい。仮装してくると半額？いや、別に、あそこの焼き台の下にその人置いといてくれれば、明日俺が高さで。あそこにいっぱいあるよ、コップね。来た瞬間に働いてもらうよ。いろんな種類。ガチガチ。よくネットとかあの本とかでこのお店を紹介するときにこの店の特徴っていうかこのお店の看板メニューっていうのが2つあって、それは焼き以外で塩。塩もつの、もつの、もつ煮ですか？もつ煮ですか？あれ頼みましたよ。これが一つと、まあ、あとあの、骨皿。骨皿って、正確な名前なんだっけ？皿軟骨。それが、その店の特徴。へぇ、じゃあ骨皿、骨皿？もう、皿軟骨がだんだん生まってっていうか、骨皿、骨皿って。ああ、じゃあ僕も皿軟骨ちょっと頼みますわ。また牛丼の具とちょっと違う。皿軟骨仕事の時間、飲んでる時間、牛丼の具とはちょっと違う。へえ。
いや常連さんにちょっとね聞くのはありがたいっすわ。いやいや、もう恥ずかしいんで。なんだお前は。いやいやいや。ここちょっとお気に入りにしたいなーなんて思ってますね。ここちょっと楽ですよ。うん。え？コショウ。オッケーです。いいよ黒かしら。あ、こちら。もう話します。酒でおすすめありますか？酒で。ちょっと待って。お兄さん、お兄さん、こっちが黒かしら？どっちも黒かしら。どうほど黒かしら？どっちも黒かしら。じゃああと何なこっちね。はいはい、ごめんね。はいはい。確かになんか脂身ないっすね。ね、ちょっと違ってみて。なんか3個のうち2つが頭だと脂身だったんですよ。みんな感じでしょうね。リハクのこれはビルモンいいよ。はい、どうも。あ、これはサラ軟骨。あ、ワンガンキャラとかである。なんかそういうイメージ。広かしあ、やべ。いや、毎年来てるよ。毎年だって焼き台だって来てませんよ。普通昔バイトでここでしか手に入らないホイスとかありますか？ホイスは他でもありますけど、ね、まあありますか。でもまあホイスなかなかね出してるところあんまないですないですよね。絶滅寸前なお酒ですよ。すぐの公衆電話に電話かけてきたらいつの間にかヤンキーに囲まれてヤンキーがサンタチャーとか言いながら逆にかけてるでも僕新潟出身なんですけど、あ、八海山ってあるじゃないですか。もう俺新潟出身でめちゃくちゃ好きな、ね、めちゃくちゃ好きなあれなんですよ。もう素敵だから、あ、あるなと思って。素敵ですよ本当に。昔もあれやってたなとか思って。なんで本当に日本酒で一番好きな銘柄が八海山なんですけど、なんで、おー、あるなと思って。はい、ほらほら。おお、ありがたいなみたいな、ちょっと嬉しい感じがします ね。一応普通市でも言った間違いがない。うん。手前はポケモンだっていうのは、なんか、さっきから入籍してるのもありました。はい、いらっしゃい。どうぞ、いらっしゃい。今日、ここまで家さんを出てきたけど、なんか、お母さんたちのコスプレでいやらしいよ本当に。そろそろ焼けますか。焼いて直しますかってよ。あの、そうですね。なんかそういう要請。あれでもいいんじゃないですかね。これで広島、一番正直今日広島勝ってたから盛り上がるわけですね。何？それなんか最後最後にだけの話。いや、あげてます。さんから、そのうち2回来て、その後また1人と2チーム最強ユニットが1位か。1度、あるわ。あ、だからちょっと、なんか、ちょっと、なんかやってよ、固まって。そうなんだ、最後まで、ね、もうね、ご視聴ありがとうございます。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 ご視
ていうつもりになってほしい。俺どっちのファンでもないから、やっぱりなんかその方が盛り上がるじゃん。ユースってことか。昔のパイナップルってそっちあるユースリーマッサージャーこの方までもう大変だったんだから。こんな盛り上がりないですか。ない。まだに10年以上の人たちは、あ、市民球団だっていうのを、なんか、罰の球団ってなってしまう。そんなことを言う人いるんですけどね、なんか、すごいなんか思い入れが強い。JR の
あと焼けてる間にこれっていう方が、あ、なるほどね。トロッとしてて、ちょっとトロッとしてて、ね、いや、串肉軟骨もちょっと、うん、そう、あの軟骨、さっき頼んだんですけど、もう全然違うんですね、トロトロしてます。そう、ぱっ、うん、と見あの牛丼の具みたいにも見えるんですけども、うん、なんかこの、なんていうかな、軟骨自体は結構食べやすいの、食べやすい、全然コリコリしてますから、強いやないんですよね、うん、美味しい。ゆずたこください。ゆずたこ。そうだ、多分ベージアンとこのモルキーズのお遊び割りっていうのは何なんですか。美味しかったじゃないですか、お遊び割りって。これはね、お店の人聞かないとわからない。あの禁断っていうのがある。今日のお遊びは何ですかって聞いて、ね、お酒はちょっとやめとくわ。なんかめちゃくちゃなのが出てくるっていう、もうチャレンジャー。でもなんか美味しいかもしれませんけど、いくらだけ食べてみたい。あ、お遊び割りの禁断、禁断で、まずはお遊び割りって何って聞いたら、そうなんですか。今何やってるんですか。やべえと思った。それ変わりましたさ。ちょっとすいません、お遊び割って何ですか今。今いろいろ変わるんですけれど、俺も4人になっちゃいます。お酒を混ぜて。はい、2つください。ああ。はい、2つ。お酒を混ぜて。混ぜてって言われても。そうですよね。混ぜて言われても。なんか、今日の気分？今日の気分。じゃあお願いします。1個。1個お願いします。お遊び割にもね、やり方がある。じゃあ、あの、禁断で、禁断。禁断しちゃう。禁断いっちゃう。量じゃなくて、濃さ的なもの。濃さっていうか、ほら、例えば、常識の範疇だと、ウイスキーと焼酎混ぜちゃダメとか。いきませんね。そういうのの度合い。あ、禁断。禁断行く、禁断。本当大丈夫？もう大丈夫か？いいよ、まあ。マジで？始めてくれたなら、まあなんか、ちょっと。いや、あえて、入り口から、子供から。もね、いや、こちらのお店いいですよ。僕は、うん、まあいいね。じゃあ子供でお願いします。子供から行く。実は大人がおすすめ。あの作る人に。子供でいいですか。子供でいい。子供でいい。自信ない正直。ちょっと。子供でいい。子供でいます。次に来た時にあの大人行くから。これは高さ。いい大人行く。うん。ちょっとその度合いでいくわ、度合いで。ちょっとまた来た時に。マザさんバラ入っちゃいや。子供でいい。ちょっと高いのがいい。高かったっけ。はい、いらっしゃい。どうも。おらっしゃい。カヤ2名さん。じゃあ。マルどうも。よろしくお願いします。それも含めて。マルさん毎度ありがとうございます。ありがとうございます。結構やっぱフレンドリーですね、ここは。ここはね、うん、飲む人の気持ちが分かっていらっしゃるってね。あの従業員さんが多くて、分かんなくて勝手にアルバイトにしちゃったって人はあんまりいないんで、本当に飲む人の気持ち分かる人が多いですよ。なるほど。本州冷やで。やばいね。マジで。うん。
うわいいな。あれかな、上がちょっと上がなんかバイスとホイスっぽいな、ホイスっぽいな、これな、バイスと下がバイスで上がホイスっぽい。でもこのちゃんとアルコールの強さをちゃんと計算したのね、ちょっとカクテル系な、これが禁断だと大変なことになる。それは私はもうああ、なるほど。結構いいっすね。
いい色だな。あー結構来るな、結構来るな。多分上はね、上積みがすごい。結構ウイスキーのところに。あ、ウイスキーか、これウイスキーとスパイスっぽいですね。ちょっとウイスキーとバイスっぽいな、これな。よし。使えない。はい。うん。煮込み。熱いとこ。いや、案外美味しいかもしれない、うん、案外美味しい。やっぱバイスなんだね。あ、レンジで温めるなんていう方法もあるんですね。いや、知らなかった。結構知っていらっしゃる、さすが。いやでもバイスもうまいっすね、やっぱね。シューマイトリソーオールスターオリジです。Thank you.
けて、動かせないって言ったら、リコットで出すのに帰っちゃったら、ね、いや、ダメだ。緑茶割りのショーで。お願いします。ぼんじりホルスター2本ずつです。おはようございます。はい、どうも。ホルスターください。いや、ホルスターチョイスください。
ナイス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 ナイ
ありましたね、一時ね。サンタロウもあるよ。